サッチャムは、イギリス・イングランド・バークシャー州にあるタウンである。ニューベリーから東に約5トルレディングから西に約2 4トルロンドンから西に約8 7トルの距離にある。人口は1951年には5000人、1961年には7500人だったが、20世紀後半に急増し、 2001年には22,824人となった。第二次世界大戦中はイギリス南部最大規模の捕虜収容所である大戦一収容所が置かれた。サッチャムはケネット川、ケネット,ネットエイボンンがイギリス国道 A4、ローマ街道が通っている。レディングとニューベリーを結ぶ鉄道路線にサッチャム駅がある。地元の雇用は軽工業、販売、 流通、小売り、公共部門が中心である。小学校は多くあるが、中等学校は、ケネットスクールのみである。また、英国保健協会が設立した、非営利団体であるザ・モーター・インシュアランス・リペア・リサーチ、センターの本部があり、サッチャム・リサーチの通称で呼ばれている、サッチャム・準教参照。この地域には、戦士時代から人が住んでいた痕跡があり、 イギリスで最も古くから継続的に人が住んでいた場所としてギネス世界記録に記載されている。紀元前8400年から7700年までの中石器時代の集落の保存状態の良い遺跡が周辺で発見されている。また、青銅器時代、鉄器時代、古代ローマ時代の集落の痕跡もある。街の名前は 西暦500年頃に村を設立したテイスと呼ばれるサクソン人の州長の名前に、古英語で、村落を意味するハムをつけた、テイショムに由来するという説がある。しかし、975年に書かれた現存する最古の文献では、ティチャムと表記されている。ティックは、屋根を覆う、という意味の古英語、シー、またはティックに由来する。 1086年のノルマンコンクエストの頃には、わずかに変化して、デイショムになっていたが、その後いくつかの変化を経て16世紀に、現在の形が採用された。1304年頃に建てられた純教者聖トマスの礼拝堂この町は、純教者聖トマスの礼拝堂が建てられた1304年頃に、大きな繁栄期を迎えた。当時の人口はニューベリーよりも多かった。教区教会として、 ノルマン様式建築のセントメアリー教会が建設され、1857年に改修された。これは、以前のサクソン教会と同じ敷地に建てられたと考えられている。1121年に、ヘンリー一世が、レディング修道院を設立し、タッチャムの荘園などの多くの土地を寄進した。同時に、サッチャム村落は廃止され、西部はフェアクロス村落に、残りは、 レディング村落に遺憾された。それまでソールズベリー教区の所有物であったサッチャム教会は1141年にヘンリー一世のこのマティルダ皇后によってレディング修道院に与えられ同時に父親により寄進された荘園の修道院による所有権も確認された。冠水した駅前の道路2007年7月20日に 平年の7月1ヶ月間の雨量の3倍が24時間で、降る持続的な大雨により、サッチャムの一部が浸水した。川は氾濫しなかったものの、丘から流れ下ってきた大量の水により、道路が通行不能になり、学校から出られなくなったケネットスクールの生徒数百人が、ロープを使って脱出を試みた。約1100件の物件が影響を受け、多くの住民が、 移動式の家に引っ越した。サッチャムのすぐ南側には、サッチャムリードベッドという特別自然保護地域がある。サッチャム駅は、町内で唯一の鉄道駅である。レディングタウントン線の駅であり、グレートウェスタンレールウェイがレディングとニューベリーの間の定期便を運行しているほか、ロンドンパディントン駅とベドウィンの間の臨時便もある。 2016から17年の乗降客数は58万1000人だった。ロンドンとブリストルの間を東西方向に走る国道 A4 が町の中央を分断している。長距離輸送の機能は A4 にほぼ並行する M4 モーターウェイが担っている。町に最も近いインターチェンジはチーブリーインターチェンジである。サッチャムは ドイツノルトベストファー練習の2でゲインと姉妹都市である。ありがとうございます。